これからですね、北海道産のトマトが出回ってきて安くなりますね。札幌東区のスーパーマーケットです。こちらの店では毎週日曜日、1000円以上買い物をした人に卵1パックを格安で販売していましたが、価格が高騰しサービスを中止しています。卵だけではありません。鳥インフルエンザの影響で鶏肉は高止まり、さらに今月はおよそ3600品目もの食品が値上げされます。大手メーカーのカップうどんは214円から236円になるなど、インスタント麺は 9% から 13% 程度値上げ。そしてカレールーも349円から394円とおよそ50円値上げ。極端な不漁となっている海苔は最大で 40% の値上げとなります。一回上がっちゃってしまった商品はもう多分下がっていくことはないと思うんで。そんな今狙い目は道内産の食品だといいます。例えばトマトは、で今のメインがディラトリ産と東野湖の産地なんですけど、これから与一砂川とどんどん各産地出荷して増えてくるんで、はい、お買い求めしやすい値段になってくると思います。これから道内産の出荷が本格化するキュウリやレタスも価格の低下が期待できるといいます。100円切るぐらいでもう販売できるようにはなっていくと思います。そして今まさに買っておきたいものがこちらです。これは安いですね、ホワイトアスパラは。はい、あ、今安いんですか。これは安いです、はい。出荷の終盤を迎えた山菜やアスパラガスは今が安く買えるラストチャンス。野菜だけではありません。こちらではラウス産のホッケや噴火湾産のマガレイなどを安く提供しています。生魚がやっぱり値段安定してるんで、まあ、加工品買うよりかはこういう生魚買った方がいいかなと思います。値上げの夏、今後は道内産の生鮮品に注目です。